スペイン語で、万歳。フィリピン共和国万歳。と書かれたフィリピン革命軍機フィリピン独立革命は、19世紀末から20世紀初めにかけて、フィリピンで起こった、スペインの植民地支配からの独立革命である。単に、フィリピン革命とも、年代にちなんで、1898年革命とも、称される。16世紀後半以降、 スペインの植民地支配のもとに置かれていたフィリピンでは、19世紀後半に植民地統治の改革を目指すプロパガンダ運動が展開され、これが急進化して1896年の独立革命と発展した。しかしこの第一の革命は一旦敗北し、1898年、米西戦争に乗じて第二の革命が起こった。 1898年革命はフィリピン人による独自の議会開設と憲法制定を実現したが、スペインとの講和条約によりフィリピン領有権を獲得したアメリカ合衆国は独立を否定、米非戦争が開始された。フィリピン人たちはゲリラ戦で粘り強く抵抗したが、結局のところ敗北し、アメリカによる植民地支配が開始された。 1916年、マニュエル・ケソンの尽力により、フィリピンの自治を認める常温図法が成立し、さらに1934年になって10年後の、フィリピン独立を認めるフィリピン独立法が成立、フィリピン独立への道が開かれた。しかし1942年の日本軍侵攻によって、中断。このため真の独立は、 第二次世界大戦後の1946年まで持ち越されることになる。なお、アメリカ政府の側は、以上の一連の動向を、革命ではなく、フィリピン反乱と称している。フィリピン独立革命は、1896年革命の時期、1898年革命の時期、米非戦争の時期に3対別される。プロパガンダ運動の3人の指導者。 左からリサール、デルピラール、ポンセスペインにより植民地として支配されていたフィリピンでは1834年のマニラ開港以降の社会変容によりフィリピン人の新興有産層が急速に台頭した。留学などを通じて高等教育を受け学識を身につけた彼らは支配者たる スペイン人と非支配者である自分たちフィリピン人の間に存在する地位の不平等を認識するようになった。このような信仰ナショナリズムの流れの中で最初にスペイン支配への意義申し立てを行ったのはフィリピン人神父たちである。彼らはスペイン人修道会士が頂点に立つフィリピンのカトリック教会においてフィリピン人であるがゆえに 教区主任司祭への昇進を阻まれている状況に不満を持ち差別を撤廃すべくゴンザレスブルゴスサモラの三神父を指導者に教会改革運動を起こした。しかしスペインの植民地成長は1872年1月20日軍港カビテで 労働者による暴動が起こると、その黒幕であったという濡れ衣を戦術の三神父に、着せ同年2月17日三人全員を処刑して、教会改革運動を圧殺した。これを、三人の神父の名前から、ゴンブルサ事件という。マルセロ・デル・ピラール続いて1880年代になって、民族主義的知識人は、スペインに対して、フィリピン人の政治参加を求める。 プロパガンダ運動を展開した。1882年、マルセロ・ヒラリオ・デル・ピラールは、最初のタガログ語に関し、タガログ新聞を創刊して、修道会による、地方政治支配を批判し、1887年、ホセリサールは支配者たちの腐敗と堕落と厳しく、求断した、長編小説、ノリメ・タンヘレをベルリンで出版して、国際的注目を集めた。 1889年2月15日、バルセロナで運動の機関士として創刊された団結は、後にデルピラールによって編集されるようになった。この段階で民族運動の主流は、植民地支配の腐敗の打破を訴える、極めて穏健な啓蒙的改革運動に過ぎず、当時のリサールは、フィリピンの独立を否定していた。しかし、スペイン成長は、 こうした運動の存在すら許さず、亡命から帰国して1892年7月3日、ラリガフィリピナを結成したリサールを逮捕し、同月6日ミンダナオ島のダピタンへの流刑に処した。また、資金不足を主な原因として、団結しも1895年11月15日をもって、定刊となった。して10年以上にわたる運動であったにもかかわらず、 プロパガンダ運動は改革という面では何ら目だった。成果を上げることもできなかったのである。カティプナンの創立者、ボニファシオ・カティプナンのメンバー革命政権のアギナルド大統領リサール逮捕によりフィリピン同盟に参加していたアンドレス・ボニファシオは、改革運動に見切りをつけ、流刑の日の1892年7月6日、フィリピン独立を求める秘密結社。 カティプナンをマニュラ市内トンド地区で結成した。彼らは1896年3月、海の機関士である独立を創刊する一方、フィリピンに寄港した日本海軍の練習艦、コンゴーに乗船していた日本軍人との接触を求め、5月4日には、ボニファシオラ幹部がセラタ両艦長と会談し革命への援助を要請した。しかしカティプナンの存在は、 間もなく、スペイン当局の知るところになり、同年8月19日には関係による弾圧が開始された。身体極まったボニファシオラは8月30日に武装放棄を開始し、これにより独立革命が始まった。当初、マニラ市内の戦いでは、カティプナンは、 苦戦を強いられたものの、マニラ近郊のカビテ州に革命が波及すると、独立派は勢力を巻き返し、10月にはこの地方のカティプナン組織をまとめていたエミリオ・アギナルドラによって、カビテ州東部の支配が確立され、ボニファシオを中心とするカティプナン組織から分離して、独自の勢力を形成した。これを見たスペイン当局は、流刑地からマニラに召喚したリサールを、 反乱協さの角で12月30日に処刑し、独立派の反発を一層かき立てることになった。リサール処刑の前後から独立派内部の構想が、顕在化し、独立派内の上層階級を代表するアギナルドと、下層階級を代表するボニーファシオと独立革命の指導権をめぐり激しく対立した。アギナルドはもともと、 スペインによりカビテの町長々に任命された人物で、地方社会で力を持つ、プリンシパリーア層の出身者である。資産家、大土地所有者も多かった。この社会層は、おおむね自分たちの既得権を、維持拡大することに関心を持ち、ボニファッシオ派による、社会改革の要求についても、自らの社会基盤を脅かしかねないものとして、冷淡な態度をとった。 1897年3月22日、カティプナン指導部によるデヘロス会議で、両者は対決したが、スペイン植民地軍との戦いで勝利を収めていた、ことから政治的優位に立っていたアギナルド派が会議で優勢となり、アルテミオリカルテ派の支持も獲得して、会議ではアギナルドを革命政府大統領に選出した。敗れた、ボニファッシオ兄弟は、 議場から退出し、アギナルドと他元を分かって、独自の革命を目指すことになった。しかしボニファシオ派の離反を恐れたアギナルドは彼らを捉えて1897年5月10日、兄弟共に処刑、独立派の全権を掌握した。その一方で1896年10月から1897年じめにかけて、 スペイン本国から兵力を補給され、体制を立て直した、植民地軍は、反撃を始め、一時は、ルソン島中南部を掌握していた、独立派は、ボニーファシオ処刑の翌日には、根拠地のカビテを放棄し、山岳部のブラカン州微クナバ島に追い詰められた。ここで、アギナルドラは11月1日独自の憲法を制定、フィリピン共和国の成立を宣言したが、 劣勢は大いがたく、11月18日から12月15日にかけて、スペイン総督との和平協定を結び、スペインによる改革実行の確約と引き換えに、アギナルドラは一旦香港に退去、ここに亡命指導部を設けた。しかしその一方でボニファシオラの流れを組む人々はなお、独立を目指す戦いを各地で継続していた。マロロスの革命議会。 アギナルドの大統領当選を飾る、縮小門翌1898年4月25日、キューバ独立革命をきっかけとした、米西戦争が勃発する。その直前、香港で、アメリカ合衆国との間に独立援助の密約を取り付けていた、アギナルドら亡命指導部は、マニラ湾海戦での米艦隊対象を経て、5月19日、米軍を後ろ盾に、 フィリピンへの帰還を果たしたし5月24日、アギナルドは本拠地であるカビテで独裁政権の樹立を宣言。6月12日には独立宣言を発し、独裁政府大統領に就任した。その後間もなく6月中に独裁政府は革命政府に改組され。 司法政府の組織化が始まり、7月15日、アポリナリオ・マビニを首相とする革命政府の内閣が発足した。その一方で、これまで外国からの武器購入交渉を担当していた在外有志による香港委員会は革命政府の外交活動と武器調達にあたる香港駐在の革命委員会として公式機関に改編された。 以上のような行政機構の整備とともに、独立派はアメリカ軍と提携して各地に進行し、8月末までにルソン中央部南タガログ地域をスペイン支配から解放して革命政府の支配下に置いた。ところが、この前後から米軍との協力関係は次第に微妙なものとなり、8月13日、植民地支配の中心地であるマニラを占領し、 スペイン軍を降伏させた米軍は、それまで軍事的に貢献してきた独立派の入試を許可しなかった。9月10日、マニラ近郊のブラカン州、マロロスが臨時の首都となり、9月15日にはフィリピン人の代表よりなる議会をこの地で発足。さらに翌1899年に1月にはマビニを主犯とする内閣が発足し、1月21日に、 独自の憲法を制定し1月23日のフィリピン共和国樹立宣言に至るまで独立国家としての整備を進めていった。この時点で共和国政府は民棚を除くフィリピンのほぼ全土を掌握していた。しかし前年の1898年12月10日、米政官のパリ講和条約で2000万ドルと引き換えにスペインにより、 フィリピンの主権を獲得した米国は12月21日、マッキンリー大統領が友愛的同化宣言を発して独立を否定、マビニ首相により進められていた対米交渉も暗証に乗り上げ、1899年2月4日には両国間の戦争が始まった。米比戦争中のパセオの戦いを描いた海外戦をテーマとしたニューヨークジャーナルの フィリピン人を銃殺する米兵の背後には、10歳以上の、者は、皆殺しとあるしかし1899年3月31日には、早くも、首都マロロスが陥落し、以後共和国政府は、チューブルソン地方のタルラク州、ヌエバエシハ州を点々と移動することを余儀なくされた。そして11月12日、アギナルド大統領は、パンガシナン州、バヤンパンで、 正規軍の解体と遊撃隊によるゲリラ戦を布告し、ルソン北部の山岳地帯に撤退した。しかし独立派が圧倒的に優勢な米軍を相手に粘り強さを見せるのはこれ以降であった。アギナルド政権下で必流派として脇に押しやられていたボニファシオ派や革命的宗教結社などは熾烈なゲリラ戦を展開して長期間にわたり米軍を悩ませた。 1901年3月23日、イサベラ州で米軍に捕らわれたアギナルドは4月1日、アメリカ支配への忠誠を誓うとともに、同じ独立派の諸部隊にも、停戦と降伏を命じ、この後各地で独立派幹部の投降が相次いだことから、同年7月にアメリカは、軍政より民政へ移行し、早々と米国に忠誠を誓っていた。 新米派フィリピン人を行政機構に登用、有力者を取り込むことで、アメリカ統治体制の安定を図った。ところがアギナルドに従わず、革命軍最高司令官を称した、ミゲル・マルバール将軍など抵抗を継続する勢力もあり、マルバール投降後の1902年7月4日になって、セオドア・ローズベルト米大統領はようやく、独立勢力の平定を宣言した。 しかしその後も、農民など仮想民の指示を受け、タガログ共和国を称したまかりを境引きいる、ゲリラ部隊など反米ゲリラはやまず、米軍が、投降干渉政策と徹底弾圧政策を併用しつつこれらの独立派勢力を完全に鎮圧し、植民地支配体制を確立したのは1910年頃のことであった。かくして、 フィリピン史上初の植民地独立革命は、アメリカの侵略により挫折に終わり、真の独立の実現は、第二次世界大戦後の1946年まで持ち越されることになった。1899年のアメリカの雑誌で描写された、米非関係フィリピン独立革命が失敗に終わった、理由としては、もちろん中途で介入してきたアメリカとの圧倒的な、 軍事力の差が挙げられるが、フィリピン側の問題としては、ボニファシオ粛清事件に見られるように、独立派人営内部で様々な背景に基づく対立が繰り返され、また、上層階級を中心に、自らの既得権を守るため早くから革命を裏切り、アメリカに近づく者が続出するなど、米国に対抗し得るだけの十分な民族的、団結力を持つことができなかったことが歴史彼なと、 コンスタンティーノによって指摘されている。さらに、革命を領導すべき立場にあったアギナルドが、常に、自分の出身階層の利益を優先し、日和民主義的な方針しか取ることができなかった、性格の人物であることも、独立革命の社会基盤の弱さと関わりがあると、される。なおこれと関連して独立派の大半がカトリックを、精神的な統合軸と考えており、 この後の独立運動もその点を継承したことは独立後の民族的少数派、特にムスリム系フィリピン人との摩擦を呼び起こすことにもつながった。当時の日本は日清戦争による台湾領有と関連してスペインなどからはフィリピンに対する領土的関心を疑われていた。だが日本政府は 1896年革命から、米西戦争、1898年革命を経て、米非戦争に至るまでのフィリピンの動向に対し、死として、条約改正との関わりで、これに、好意的なアメリカとの関係を悪化させるのを好まず、公式には、米西戦争、独立運動に対する中立、米による、フィリピン支配の支持を表明していた、高平。 ルート協定でもこの立場は踏襲された。ところが、その一方で、民間や軍の一部では、日清戦争後の南進論やアジア主義の高まりから、独立革命に乗じて、日本の勢力をさらに南へと拡大しようとする動きが起こり、こうした政治状況を背景として、同時代のフィリピン情勢に対する大衆的関心も発生した。末広鉄長。 台米中にリサールと信仰を結んだ。1888年、スペイン当局からの弾圧を避け国外に亡命していたリサールは、日本滞在の後、アメリカを経由して、ロンドンに向かった。この時彼と知り合った自由民権運動家、末広鉄長は、リサールと信仰を結び、彼との同行期を、推しの旅行にまとめ、1891年には、 リサールをモデルとするフィリピン人、高山春を主人公に巨実取り混ぜてフィリピン独立革命を描いたアジア主義的な政治小説、南広行大波乱を発表した。この小説の結末は、高山を指導者として独立を勝ち取ったフィリピンが列強がひしめく国際情勢を考慮して日本による保護を求めてその属国となり、マニラに日の丸が翻る,るという。 当時のアジア主義的風潮を反映したものとなっている。また、リサール処刑後の1898年6月、日本でも山形定三郎主催によるリサール追悼会が開かれている。宮崎当店、犬飼い武氏孫文と共に独立革命を援助した。 押川春郎1898年6月、武器購入のため戦術の革命委員会から日本に派遣されたポンセリチャウコラは、フィリピン独立活動の実情を日本の知識人、政治家に宣伝しつつ、犬飼い武士、宮崎東店さらに当時退日中であった孫文と信仰を結び、県政本島大義士、中村弥六が、 青木修造外省や桂太郎陸省を説得して、中古武器の買い付けに成功した。この際、武器購入の実現に動いた一部の陸軍軍人や、財や活動家は、台湾の真南に位置するフィリピンが、アメリカ領となることは、日本の国益を脅かすものであるとし、フィリピン独立と独立派内部での新日派勢力の腐食を希望、フィリピン軍の指導者として、日本の軍人、 浪入を派遣する計画を立てた。しかし1899年7月、武器を積み込み、日本を出港した布引丸は、上海沖で台風に遭い7月21日、沈没した。8月19日にはアメリカに捕らえられた、フィリピン軍将校の自白により日本人6名が武器を供給するために戦線をかいくぐって、マニラに潜入していることが発覚し、直ちに、 アメリカに逮捕される。布引丸の沈没及び日本人のフィリピン革命軍参加を察知したアメリカ軍は日本領事を通じ政府に抗議したため日米両国からの監視が強化されまた資金が枯渇して武器の購入及び輸送は困難となった。さらにアギナルド軍の敗退により潜入していた日本人もマニラを脱出し帰国したため計画は頓挫し 9月27日、ポンセラは、失意のまま香港に向け、日本を出国した。その後、1901年にはポンセが、日本人向けに書いた独立運動詞、南洋の風雲が、翻訳刊行され、翌1902年には、戦術の山形定座ブロを通じ、ポンセと信仰を持った、山田美妙が、自伝小説、アギナルドを、 ポンセの武器購入に協力したキリスト者、押川正義を父に持つ押川俊郎が、リサール将尉を登場人物とする冒険小説、武教の日本を観光するなど、出版界に一大ブームが起こっている。フィリピン軍幹部でカティプナン以来の英雄であったアルテミオ・リカルテ将軍は、1900年米軍に捕らわれた後も、米国への服従を拒否し、 このため彼は早々と屈服した、アギナルド以上の国民的人気を得た。彼はあくまで独立革命の持続を目指し、幾度かの国外追放を経て1915年日本に亡命したが、対米関係を重視する日本政府からは厄介しされ、ごく小学の援助を受けながら、横浜での居住を許可された。この地で彼はスペイン語教師として細々とした生活を強いられ、 1941年12月の太平洋戦争開始による日本軍のフィリピン進出とともに帰国を果たすまでの長い間いわば飼い殺しとしての境遇に甘んじていた。しかしフィリピン本国では日本軍をバックとしたリカルテの帰国という風説が1910年頃まで広くルフし、1914年にはこの噂を信じた人々が 武装放棄する事件も起こっている。日本外交文書デジタルアーカイブ第32巻外務省。ありがとうございます。